マリー・イザベル・ド・ルレアンは、フランス王、ルイ・フィリップの王父としまパリ・ハク、フィリップの妻、スペイン王女の称号も持っていた。スペイン語名は、マリア・アイサベル・デ・オルレアンス。モンパンシエコー・アントワーヌとその妻である、スペイン王女ルイサ・フェルナンダの長女として、セビーリアで生まれた。スペイン王・フェルナンド7世と、フランス王、ルイ・フィリップの孫にあたる。 1864年5月30日、父方のいとこにあたるパリ博フィリップと結婚、八子を設けた。フランスから追われたフィリップ夫妻は最初イギリスへ移った。1871年に帰国が許され、一家はパリのオテルマティニオンやノルマンディーの友情で暮らした。1886年、パリ博一家は再びフランスを追放された。 1894年、亡命先のイギリスバッキンガムシャーでパリハクフィリップは死去した。未亡人となったマリー・イーサベルはフランスのランダン城で暮らし、1919年にスペインのビリアマンリケデラ・ゴンデサで死去した。ありがとうございます。